本名マイクで失礼いたします。ただいまより、石坂渉の、カサザリーバー店頭前、私の、事務所立ち上げますけれども、石坂渉の事務所前でのご挨拶をさせていただきます。遠くからの来ていただきました皆様、今日どうもありがとうございます。またご通行中の皆様、また近くの店舗の方々、あと住まわれている方々の皆様、大きなマイクでしばらくの時間失礼いたします。前回の区議会議員選挙から4年が経ちました。2回目の挑戦という形になりますけれども、この度は前回も今回も一貫して訴えてきていることが、社会の中の弱者の声をしっかり拾い上げていく、また全ての人が支え合える、相談し合える、そうした中野を作っていきたい、そういう気持ちで前回も今回も区政の挑戦という形で臨んでおります。そしてこの4年間さまざまな方と出会ってきました。小さなお子さん、お年寄りの方、若い方、外国人の方、障害を持つ方、性的少数者の方、さまざまな方と出会い、また共に活動してきました。そうした中ですごく感じてきたこと、いくつかあります。乳幼児ですとか小学生のお子さんを抱えていて、お子さん預かってくれる場所がなかなか見つからない、残業や夜勤に対応してくれるところがない、そうした状態の中でなかなか働きに出ることができない、そうしたお母さんからの相談も受けてきました。また勉強が苦手なお子さん、外国籍のお子さん、障害を持つお子さん、また性的マイノリティのお子さんなど、さまざまなお子さんが学校の中で孤立をしている、いじめに遭っている、そうした状況をなんとか改善したい、そういう相談も受けてきました。また小さなお子さんだけではなく、この中野区の福祉施設、あるいは高齢者の施設の中にも、そうしたマイノリティ性を持った方が数多く生活をしています。そうした中でどこに相談に行けばいいのかわからない、どこに行けばいいの、石坂さん相談に乗ってもらえるという形で話を伺うこと何度かありました。そうしたさまざまな区民がこの中野区に住んでいるわけですけれども、そうした一人一人の区民の声に対して、現場の職員、ここ数年かなり意識は高まってきてはいるんですけれども、だけれども未だにどこに相談に行けばいいのかわからない、どこに行けば正確な情報があるのかわからない、そうした声は数多く耳にしています。また現在、非正規雇用が広がっています。そうした状況の中でワーキングプランの状況からなかなか脱することができずにいる方たくさんいます。派遣社員、契約社員、そういった状況の方数多くいます。またせっかく正社員につけても長時間の勤務を強いられて心身ともに疲れ切ってしまったり、あるいはうつや自殺に隣り合わせになってしまっている、そういう方も少なくありません。そうした人たちが孤立をすることがない、いじめや自殺に追い込まれることがない状況を作っていくことが必要じゃないか、そういう声もたくさん伺ってきました。また小さなお子さん、介護が必要なお年寄り、認知症のお年寄りを抱えて、やはりどこに相談に行っていいのかわからない、家を空けることができなくなってしまう、そうした声も耳にしています。また障害を持つ方、外国籍の方、シングルマザーやシングルファザーの世帯の方、あるいは性的マイノリティのカップル、そうした人たちがいざ部屋を借りようとしたときに不動産屋さんで断られてしまう、あるいは大家さんに断られてしまう、そうしたことも耳にしています。そうした状況に対して中野区が区として何ができるのか、そうしたことをもっともっと考えていくことが必要であると石坂渉は感じてきました。実際に区の窓口に相談に行って区が紹介をしてくれる、そうした場所に実際出向いていっても、区が紹介してくれたにもかかわらず大家さん、不動産屋さんで断られてしまうこともあったという話も耳にしています。区の職員が区役所の中で対応するだけではなく、一緒にそれを利用する人と一緒に出向いていく、あるいは外部の大家さん、不動産屋さんをはじめさまざまな専門的な相手に対して啓発活動を行っていく、専門知識を持ってもらう、あるいは実感を伴った区民としての存在を認識してもらう、そうした活動が必要であるということをこの4年間感じてきました。で、私自身、この地域の中で少しのボランティアを行ってきました。そうした中でやはり直接利用している方、
あるいは施設の職員の方と一緒に食事をしたり、一緒に活動する機会たくさんありましたけれども、そうした中でもこうした障害を持っている方がいる、あるいは外国籍の方で日本国籍を持ってない人がいるんだけれども、あるいは性的マイノリティの人でかなり孤立をしてしまっている状態で大変なんだけれども、そうした状態での相談も何件も受けました。そして一緒に白川渡はこうしたらどうだろう、あしたらどうだろうということを考え、一緒に歩いていく、そういうことをしてきました。現在多くの方が経済的な状況、あるいは社会的な状況の中で格差が広がっています。そうした中で自分がどちらの側に入るのか、そうしたことにキュンキュンとしてしまったり、あるいは自分のことが精一杯でなかなか他人のことまで気持ちが向けられなくなってしまう、そういう方が少なくありません。まだそうした空気がだんだん社会の中で広がっているのも確かです。しかし誰かのために何かしたい、そうした気持ちから匿名での寄付、あるいは物を送る、そうした活動、あるいは個人の動きも少し少しずつでありますが広がってきている、そうしたこともニュースなどで取り上げられています。この中野区においてもそうした形で誰か人のために役立つことをしてみたい、そう考えている方たくさんいらっしゃいます。この中野区 NPO 法人やボランティア団体、数多く活動しています。そうした中で何か活動を具体的にしてみたい、そう思っている方も多いですし、何か機会さえあれば地域の中で役立つことをしてみたい、そう思っている方も数多くいるのも事実です。日本全体での話になりますけれども、国民生活白書でも何か地域のために役立つことがしてみたいと考えている方、実は 70% もいると言われています。そうした状況の中できっかけさえあれば地域のために役立つことをしたい、社会に役立つことをしたいと考えている方、実はたくさんいるはずなんです。ただそうした機会を提供することができていない、チャンスをつかむことができない方が多いのもまた事実なんです。この中野区においてさまざまな NPO 団体、ボランティア団体、小さい団体がたくさんあります。一つ一つの団体の力は小さいです。だけれどもそれをつないでいく、あるいは、地域の中でもっともっと層を広げていく、そうしたことをしていくことでできることたくさんあるはずです。さまざまなボランティア、NPO、あるいはこれから活動したい、そう思っている人をつないでいく、そうした役割をもっともっと区が担うことできると石坂渡は考えています。福祉の充実、教育の充実、前回も今回も石坂は訴えています。小さなお子さんが元気に育っていく、また伸び伸び成長した結果、自分の将来こういう仕事に就きたい、こういう生活を送りたいということに夢が持てる、就職活動する学生が具体的にこの仕事に就きたいなと思いながら活動することができる、そうした状況を作っていくこと、また一人暮らしの状態の若者だけではなく、結婚した後も子供ができた後も、あるいは年を取ってからもこの地域で暮らしたいと思える、そんな中野にしていくことも必要です。ただそうした時にどうしても財政的な支出が伴うのは否めません。これまで私が教育や福祉の充実、そうしたことを訴えている中でも、元気な人だって大変なんだから福祉の方まで予算割けないんじゃないのと言われること確かにありました。だけれどもこの中野区、確かにお金はありませんが人材が豊富な地域ではあると石坂渡は感じています。こうした区民一人一人の声を広げていく、あるいはボランティアベースの活動を広げていく、それに対して中野区は区としてさまざまなボランティア団体や個人を結びつけていく、あるいは広報の面、周知させ徹底させるという面での協力をさせていく、そうしたことによってできることたくさんあるはずです。確かに地域の中で生活をしていく上で生活を守るセーフティーネットは区が作ることが必要です。だけれども自殺を予防する、鬱になる人を減らしていく、あるいは困った時に相談をする人がいる、そうした仕組み作りは区が NPO と協力をする形で必ずしも予算をつけなくてもできることたくさんあるはずです。石坂渡はこの中野区において元気で働く人も、小さなお子さんを抱えて子育てで行き詰まっている人も、介護が必要なお年寄りを抱えている人、あるいはお年寄り自身、そうした
さまざまな年代の人や性的マイノリティ、外国籍の人、障害を持つ人など、さまざまな社会的な弱者少数者の人が、区役所が必ずしも空いている平日の9時から5時だけではなく、夜間においても土日においても相談もできる窓口を作っていく、あるいは24時間365日電話相談に乗ってもらえるホットラインを作っていく、そうしたことが今の中野区でも実現可能であると石坂渉は考えます。石坂渉は誰もが皆安全安心に暮らしていくためには、区は必ずしも大きなお金を出すのではなく、そこに対して区民が協力をしていく、区民が知恵と力を出し合っていく、そこに対して区は場所を提供していく、あるいはつなぎ役になっていく、そうした形で今の中野区でもできること十分にあると石坂渉は考えています。こうした状況の中で石坂渉、しっかりと皆さんの声を聞いて取り組んでいきたい、そう考えておりますが、昨今どの状況、国の中央を見ますと、どの政党も政党間での足の引っ張り合いや政党の内部での足の引っ張り合いが気になるところが多くあります。もちろんそうした状況の中でたくさん頑張られている、活動されている議員の方がいるのも存じ上げておりますが、やはり区民の目線、国民の目線で考えたときに、そうした足の引っ張り合いがどうしても目につく、そうしたことがたくさんあります。そうした状況、中野区の区政に持ち込んでも良いものでしょうか。石坂渉は区民一人一人の目線に立つことができる、区民の声にしっかりと耳を傾けられる、そうした議員がこの中野区において増えていくことが必要であると感じています。そのためにも政党本位ではない議員、あるいは無所属の議員がこの中野区においてもっともっと増えていくことが必要であると感じています。また石坂渉は私自身、これまでボランティアの経験、仕事の経験をする中で、さまざまな方の相談を受け支援を行ってきました。私自身、そうした経験を踏まえ、区民一人一人の目線に立って物事を考え、一人一人の声にしっかりと耳を傾けることができると感じています。ぜひその機会を与えていただければと思っております。ありがとうございます。石坂渉です。